足から健康足神様、 LINE の登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。夏もそろそろ終わりねと君が言う浴衣姿で線香花。あのね、何を言いたいかと言いますと、これ靴ずれなんですよね。靴ずれ、下駄ずれ、まあ、下駄のね、鼻をずれみたいななるじゃないですか。ね、今長渕剛の夏祭りって歌ったんですけど、よくね、これからね、花火とかね、もう展示さん終わっちゃったんですけど、まあね、花火とかね、いろいろやっていって、ね、みんな浴衣着るじゃないですか。ね、女性はね、特に浴衣着て可愛いじゃないですか。浴衣着てね、こうやって歩いていって、で必ずみんなここにバンドエイド貼ってね、かかとと、かかとちゃうわ、この鼻のとことかね、なんか外側とか貼ってますけど、これやっぱ歩き方にも影響あるんですよね。どうしてもね、下駄なんか履かないじゃないですか、普通ね。ほんならキュッてこう、キュッ、あ、じゃあこっちか、キュッてこうやっちゃうんですよ。こうキュッてこう、なんていうかって下駄を脱げないように、ね、しちゃうんですよね。でそうするとつま先重心になっちゃうんです。つま先にこう力かかっちゃう、ギュッとこうやってやるから、ほんでここをすごく鼻を切れるんですよね。まあもう下駄ってなかなか合わしにくいと思うんですけど、まあ、そうやって前かがみギュッとやっちゃって、で痛いから余計変な格好になって、次の日もうなんか股関節痛いとか腰痛いとかになってくるんですよね。ですのでそれ重心変えないといけないんですよね。で下駄を履いたら重心をちょっと後ろにずらしましょう、うん、そうやって歩くだけでも随分違ってきますから、下駄ね、そういう形で指先にグーッと力入れたりとか、もうね、変なね体勢でね下駄履くとなっちゃうんですよ。履き慣れへんから、どんどんね。で最初からね、いいですけどね、絆創膏してバンドエイドしてたりするのもいいけど、僕はできたら貼ってほしくないけども、まあしゃあないか、貼らない、うん、ね、なんかこうね、線香花火とか見てわー見てて、下向いたらなんかいっぱいのバンドエイド貼ってるっていうのはあんまりね、いいっていうか、まあ痛いかしゃあないけども、まあそれよりは貼らん方がいいかなと思うんですけどね。うん、せやから、まあ下駄とかはね、まず履くときにできるだけ痛くない方がいいねんけど、まあ最初から貼っててもいいんですけどね。まあできるだけ合ったやつっていうのは難しいと思うんだけど、まあ下駄履いたときにはね、ちょっと重心を後ろにやって歩くだけでも全然違ったりしますから、そういう形でね、まあ、女性だったら胸張って歩くって感じですね。そうするだけでも全然痛くなくなったりするので、どうしても痛いとこらえてまた痛いから、今度半分なんかこう当たらんようにしながら半分脱いだような形で歩いたりすると、余計に脱げへんようにしようと思ってギュッて力入っちゃうんですよね。そういうので変なとこにまめてきたりするんですよね。この間であったりとか、なんかこの辺痛かったりとか、なんかね、よくね、食べ物屋さんとかでもね、座ってるとみんな下駄脱いでるんですよ。結構多いんですよ、みんな脱いでる女の子。ほな、まあまあもうかわいそうやけど痛いんでしょうね。そうならないようにね、ちょっとね、重心を変えるだけでも変わってきますんで、そういうこともやってくださいね。そうすると靴ずれ、じゃあ下駄ずれ、鼻緒ずれ、そういうのがすごく治ってきますので、そういうのもね、ちょっと考えてね、やってくださいね。本当にね、いい季節になってくるのでね、せめてね、綺麗な足でね、夏を満喫してくださいね。線香花火ですから、線香花火ね、線香花火できたらいいのになーですからね。まあ線香花火もね、いいですけども、大きい花火見るときもしっかり、下駄ね、ちょっと重心ずらして、やってくださいね。何言ってるか分からなくなってきましたから、こう終わりますね。でまあ外反母趾とか巻き爪とかね、こういうね、いろいろ足のことについて知りたいなと思ったらね、一度ホームページ見てもらったらいいと思いますので、ぜひ何か質問あればね、それでも構いませんので、僕に直接送ってもらっても構いませんのでね、ぜひね、一度ねホームページ確認してみてくださいね。いろんな情報が載ってます。で巻き爪とか外反母趾とか でも他のことでも全然構わないんでね、ぜひね、どんな下駄履いたらいいのとか聞いてもらっていいと思いますので、ね、またね、よろしくお願いいたします。ぜひ確認してください。よろしくです。